2023年6月11日、湘南戦 J1 リーグ第17節振り返っていきたいと思います。試合結果は1対0鹿島アントラーズの勝利で、得点は樋口雄太選手でした。ここからはゲームズポイントとして振り返っていきたいと思います。久しぶりのフリーキックゴールというところで、樋口選手の見事なフリーキックが決まりました。2021年に1点取ったのが荒木選手の、あの相手選手に当たってコースが変わって入ったフリーキック以来だと思います。私の記憶だと22年はなかったと思うので、いや大変素晴らしい、ゴールでしたねっていうのは、びっくりするぐらいいいシュートだったんで、いやこれが決まってだいぶ鹿島としては楽に進められるかなっていうところで、まあ、本当は多分前半 0-0 で終えられればいいかなぐらいの内容だったんですけれども、樋口選手のゴールによって 1-0 で折り返せるなというところに確信が持っていけたので、これはかなり大きいゴールですね。まあ結果これが決勝点にもなってますし、いやかなりいいんじゃないですかね。まあ、このゴールのおかげで、今日で、17節ということで半分折り返しましたけど、折り返す、半分終わった試合になりましたけれども、非常にいい締めくくり方ができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、フリーキックに関してはもう蹴るキッカーの技術のことしかわからないんで、まあ、すごかったなっていうところと、私はもうフリーキックはあんまり蹴ったことないんで、わかんないんですけど、すごいですね。私が蹴ってもあんまりいいキックは飛んだことないんで、よくわかんないですけど、すごいですねぐらいな感想しかないです。本当にフリーキック蹴れる人は才能とか、センスとかって言っちゃうとかわいそうなんですけど、まあ、努力もしてるので、まあでもそこは絶対あると思うので、さすがでしたね。はい、続いてはちょい PK をというところで喋っていこうと思うんですけども、ちょっとふざけたタイトルにはなってますけど、まずですね、 PK の判断っていうのは妥当だったかなっていうところは思います。審判の方も、そこはもうしょうがないですね。いくら跳ね返りとはいえ味方に当たったボールが跳ね返ってますし、まあ、手は上がってるんで、あれは PK 取られてもしょうがないかなっていうのは、取られてもというか取っていただいて、まあ、しょうがないかなというところです。ただですね、その PK をユーマ選手2回とも外すっていうところで、1回目のあれ外したのをキーパーは完璧でしたし、一応相手の選手が、エリア内に入ったということでやり直しになったわけですけれども、ちょっと怪しかったですね。あれは普通にそのまま流されてても全然私も不思議ではなかったので、なんでやり直しになったんだろうなっていうぐらいなもんですね。なんでまあ湘南のサポーターはちょっと悔しいというか、まあそこで関してはまあ悲劇がなかったなっていうのは思うかもしれないですけど、まあそういうのは鹿島も散々経験してますし、湘南のサポーターも散々経験してると思うんで、まあしょうがないですねっていうぐらいなもんですね。まあ2回とも結局止めてるんで、相手のキーパーすごかったですねっていうような感想を持ちましたけど、ユーマ選手は決めなきゃダメですね。あれ決まってれば 2-0 でかなり楽でしたんで、まあなんとなく蹴る前からちょっと怪しいなとは思ってたんですけど、まあその通りの結果になってしまったんで、私個人としては残念でしたね。2回目蹴る時もちょっと怪しいなっていうピトカが蹴った方がいいんじゃないかな、荒木が蹴った方がいいんじゃないかなって思いながら見てました。まああんまり樋口選手自身があんま得意な感じがしないんで、まあ、そろそろキッカー変えても、まあただ得点王の可能性もあるんで、ちょっとその辺が難しいですけど、まあ次は多分ユーマ蹴んなさそうだなっていうふうに思いました。以上です。はい、最後まとめです。PK が致命傷にならなくてよかったですねっていうのが、まあ、一番のまとめ。まあそれはさっき喋っとけっていうところもあるんですけど、まあそれが本当にこの試合のキーポイントだったなというふうに私個人思いました。まあそれとですね、樋口選手は最高のプレーをしたというところと、意外にも早くですね、
かっているけれども、ちゃんと対応策を考えて藤井、津本をピッチに投入したっていうところは良かったのかなっていうところと、安西選手やっぱちょっと調子悪そうでしたね今日。風邪とかそういうもんなら体調の問題ならいいんですけど、怪我とかだとちょっと怖いなっていうところは思いましたね。柿田選手に関してはずっとベンチにいたんで、大きな問題はないかなっていうところとは思います。いやちょっとそうですね、左サイドバックいなくなると溝口選手が一番手ってことはないでしょうけど、常本を右に置いて、広瀬を左に置いてみたいなことになると思いますけど、やっぱ本職じゃないんで、なるべくなら安西選手を使いたいところっていうところと、今日は全く良さなかったんでそれで変えたのかちょっと分かんないですけど、ちょっと不安ですね2人は。で、名護選手に関しては、守備面のところだと思いますが、攻撃はそんなに悪くなかったんで、全く良かったかって言われるとまた別なんですけど、その辺がちょっとダメだったのかなっていうような、気はしております。それでいてですね、あと気になったところは特にはないですね。攻撃も良かったし、3バックに変わってからもちゃんと守備できてたし、そんなに気にすることはないかなっていうような感想を持ちました。そうですね、今日はロングキック多かったですけど、やっぱ下が湿ってたからなのかなっていうふうに思います。以上です。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。